よしよし。
保護ありがとうございます。
占拠されたプラットフォームへ潜入し、その指揮官を排除してくれ。奴らが統制を失った隙を突き、残党を一気に鎮圧する。敵は俺たちのスタッフを人質に取り、攻撃されたら殺すと脅迫してきている。こちらの支援も当てにしないでくれ。敵を刺激するわけにはいかない。ボス、すまない。俺たちの本拠地に敵の侵入を許すとは。だが、この報いは必ず受けてもらう。頼むぞ。
聞いてくれ。マザーベースへの外敵侵入に備え警備を強化したい。そこで新たに警備班を設立、彼らを各プラットフォームの防衛に当たらせようと思う。構わないな。今後は警備班の成長にも気を配ってくれ。それからもう一つ、外敵によるリスクを分散するために FOB を建設したい。基地が増えればより多くのスタッフを迎えることも、より多くの資源を確保することも可能だ。
早速だが次の依頼がある。わらやまさの CFA が全滅、少年兵たちがあの辺りを占拠しているらしい。周囲の村から略奪なども行っているらしく、現地の住民が俺たちに少年兵の排除を要求してきた。詳しくはミッションリストを確認してくれ。ボス、お帰りなさい。
あんたが単独潜入のエキスパートであることは承知している。だが今のあんたには共に戦うバディがいる。端末から指示してくれればいつでも派遣する。バディの役割はあんたの任務遂行をサポートすることにあるが、その方法は様々だ。バディの能力を最大限に引き出すには状況に応じた適切な指示出しが必要だぞ。ライバルの FOB 最深部への潜入に成功すれば相手からスタッフを奪うことができる。成功を期待しているぞボス。
すぎるぞ。ライバルの FOB 最深部への潜入に成功すれば相手からスタッフを奪うことができる。成功を期待しているぞボス。戦闘発生。全隊員が敵との交戦に備えろ。